はい、どうもコネです。この動画を再生いただきありがとうございます。この動画はアニメリアクション動画となっております。必ず今回取り扱うアニメ本編をご用意いただき、一緒に再生してリアクションしていきましょうということで、今回はバニタスのカルテ、こちら見ていきたいと思います。いや、前回は冒頭でね、バニタスとジャンヌがバトルしまして、まあ、結果バニタスが勝つんですけれども、まあ、ただ勝っただけではなくてね、恋をしてしまったということで、あれは本当に恋をしてしまったっていう認識でいいんですかね。で、あと、まあ、後半にね、ノエの幼なじみのドミニクが登場しましたので、そのドミニクがね、今後バニタスとノエの二人にどのようにこう絡んでくるのかっていうところ、ここを注目しながらね、今回見ていきたいと思います。それでは、早速カウントダウンをしていきます。いきます。3、2、1、はい。先生の声かな。バベル。おお。花。ヴァンピールのことだよね。先生は本当に普通のヴァンピールなのかな。子猫。また難しいですね、話が。まあ、今のは実際にあった歴史というか史実というか、そんなことだよね。それを先生が今読んでくれたわけだよね。まあ、先生もこの後おそらく出てくるんだろうけど、やっぱバニタスと対峙するようなそんな立場の人なのかな。バニタスもまだちょっと謎が多いからな。
ドミニク。ドミ。あ、そうか、先生の孫なんだもんね。ちょっとドミニクいいな妖艶というか、これだけ見るとすごいすごい光景だな知ってた。やっぱバンピールにとっては別にどういう感情になるんだろう、あの血を飲みたい時っていうのは。何あれ、あんなロボットいるんだ。うん。あー、なるほど。前回そういえば記憶見てたもんね。ドミニクの血を吸ってドミニクのその記憶を見て心地いいって感じるんだろうね。え、何ここ、すごいんだけど。拷問器具みたいなのがいっぱいあった。どっちが迷子だったルカ。あ、ルカっていう名前じゃないんだ。ルキウス。何なんだろう。あれ、ジャンヌじゃない？
目が赤くなって、うわぁ、まさに そう言ってたもんね。わあ、何あれ、あ、マーキング。はあ。バニタスに対する復讐？うん。いやいや、めちゃめちゃかっこよかったのに、ここまで。みんなポカンになってる。
またなんか違う人出てきた。姉様、ベロニカ。あら、またなんかすごい人出てきたわ。あ、まあ、骸骨出てきたけど、ノエが助けてくれたのかな。すごいね、ベロニカ。あ、ジャンヌか。あ、ノエじゃなかったんだ。めっちゃ怒ってたよね。うわ、また出てきたこいつ。取り付いてたやつだ、前回。てかさっきジャンヌすごい血を欲してたけど大丈夫なのかな。あ、やっぱりなんかまだ続いてる。なんか、あ、呪い餅ここにいたの。しかも結構な数いるじゃん。うわ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 、え、喋ったんだけど。え、カトリーヌ。呪い餅がこんなにいるってわけじゃなさそうだよね。何？吸血症？ああ、血を欲してるってこと。うわ、あ、まただ。今度は血を吸うのかい。
なんかすごいな。座れる側も座れる側でなんかあるのかな。ワニタスがこんな風になるなんて。ああ、2回戦突入しましたよ。こいつか。あ、いや、なんか回数を重ねるごとにちょっとドキッとする場面が出てきますね。ていうか、吸血衝動はそのヴァンピールで呪い持ちの人しかならないっぽい感じでしたけど、今見てた感じだと呪い持ちの人ってあんなにいっぱいいるんですね。で、ヴァンピールって初めて血を吸うとその人の記憶が見えるみたいな話をドミニクが言ってたと思うんですけど、ってことはジャンヌはヴァニタスのその記憶を見て心地いいって感じてあの2回戦に突入したんですかね。座れる側がどうこうっていうのってまだ描かれてなかったような気がしたんだけどな。ヴァニタスがああいう感じになってたのはどういうことなんだろう。はい、ということで終わりましたね。いやー、回数を重ねるごとに面白くはなっていくんですけれども、ちょっと設定をやっぱりね、理解をしないとちゃんと楽しめないなっていうのは前回からね、ちょっと引き続きだなって思いましたね。もう一度ね、また見直しなどをして楽しんでいければなというふうに思っております。では、ここまで一緒にリアクションいただいた方、どうもありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。コネでございました。バイバイ。